せーの、初中お見舞い紹介大丈夫せーの初中お見舞い申し上げます。レディオサイエンスのボーカルの宮田とキーボード&コーラス岩井宗健太郎です。出てないということで、初中お見舞いということなんですけども、うん、今日はですね、はい、なんでこんなことやってるかと言いますと、こちらレディオでござんすっていうですね、うん、ネットラジオの方は、さこちゃんごめんね、うん、映ってるか、いや、大丈夫ですよ、はい、ネットラジオ、ね、これネットラジオの方をですね、配信していこうということで、うん、皆さんとより仲良くなりつつ、うん、レディオサイエンスを知ってもらい、ですね、はいはい、楽しいコンテンツになるんじゃないかなと思うんですけど、うん、最大の理由としては、岩井宗健太郎さんにですね、はい、トーク力を少しでも、少しでもつけていただこうということで、うん、はい、はい、違います違います押せんだよ、そうそう、ちなみにこの、この絵ですけど、見えるかな、これどんどん前に行こうか。レディオでござんす、うん、こちら、こちらが岩井宗健太郎くんで、こっちが宮田亮一なんですけど、これ僕書きました。ね、ブログ、ブログでも何回かこういうの載せてると思いますけど、ね、何回と載せてますよね、そうそうそう、俺の画像をね。今日はね、この可愛い系、うん、そしてそしてボツになってしまったんですけども、こういうレディオでござんすみたいなもっとレディオでござんすみたいな、こんなのが、ね、あるんです。これをね、ちゃんと分けると、これがこれ昼の俺ね、昼の、そう、これ昼の俺ね、うん、これが夜の俺ね、そうなんです、そう、そう、このギャップで女の子を落とすバカ野郎その通りみたいな、ね、そんな感じで、はいはい、そんな感じです。レディオでござんすをこれから配信していこうと思いますので、はいはいはい、楽しみにしていただきたいなと思いつつ、うんうん、レディオでござんすは、そう、トークテーマを決めて、うん、二人でお話をするっていうね、うん、もうただそれだけなんですけども、まあ、割とラフだね。そう、今日は初中見舞いも兼ねて、テーマは夏、夏、夏、夏です。テーマに、ちょっとトーク練習がてら岩井さんからですね、うん、夏を語ろうじゃないですか。そうですね、夏語るのに俺は欠かせないですよね、やっぱりね。いきましょうかいいよ。まあね、おめでとう。何やってんの最近。最近ね、夏でしょ、うん、やっぱり夏やから家にいますよね。まあね、うん、まあみんな家にいる僕は特にいますよね。まあね、溶けちゃうからね、うん、もうコンビニぐらいしか行かないですよそうで、うん、もう冷蔵庫開けてね、うん、俺の冷蔵庫でない、冷凍庫開けるとね、うんうん、ガツンとみかんって知ってます？名前は知ってる、サボちゃんよくブログ書いてる。そう、ガツンとみかんが美味しくて、それが5個ぐらい入ってるんですよそれを階段階段して、それを毎日1つと決めて1つ食べてるけど、ちょっと疲れた時は2つ食べる。これが俺の夏の過ごし方です。なんかお腹痛くなっちゃう。そうですね、1週間のうち4日ぐらい下痢ですねピー入んないからね。そうですね、ピー入んないから、ね、入れてください。知らないよ。いや、入らんか。俺もでもアイスは最近あれ、モーのクリームチーズってやつかな、新しいクリームチーズ出たんですか。そう、クリームチーズ好きとしてはすごくありがたくて、うん、あ、うまそうですね。あと、うん、2パックアップ抹茶でしょ、うんうん、あと、ビスケットサンド。あ、知ってる。あれね、あのね、コンビニでものすごい売れてるんですなぜ俺がそれを知ってるのかというと、秘密ですそうそうそう、そんな感じで、そんな感じですね。まあ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 、うん、ぜひ皆さんもアイスを食べつつ、うん、そうですね、お腹痛くならないようにね、冷たいものには気をつけてもらって、うん、はい、でよかったら、レディオでござんすは、皆さんとちょっとやり取りをしながらね、うん、盛り上げていきたいので、はいはい、メールを、メールね、ホームページから送っていただけたら、うん、はいはい、レディオでござんすにですね、皆さんの、ね、質問に答えたりとか、うん、まあ、お題に答えたりとか、ね、いろいろやっていきたいなと思いますので、はい、ぜひ今回は、おすすめのアイスとか、うん、ぜひ送っていただけたらいいなと思います、はい、質問も受け付けてますので、うん、よかったらぜひメール送ってください。はい、ということで、うん、レディオでござんす第1回の放送でした。じゃん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 、また近くに。デレレレンデレンデレンということで、バイバイ。